おはよう諸君、これから朝礼を始める。あー、なんか店長のノリが懐かしく思える。本日は旅行のため休んでいた3人が復帰している。不在の間を支えてくれたシンは本日から入れ替わりで休暇に入る。諸君、旅はどうだったかな？休暇は楽しんだか？あ、そっか、一気もミネもいなかったんだからシンと二人だけで回してたんだ。店長、ご迷惑をおかけしました。休暇ありがとうございます。怖い、優しいかと思ったのに。いいか、戦場に入る前にまずは旅行でたるんだその根性を叩き直すんだ。基礎トレとまでは言わんが、当店の合言葉、客は敵だを腹の底から10回叫んでもらう。覚悟はいいな。それでは私に続け。客は敵だ。やっぱこんな職場もうやだ。旅行の疲れが残ってるのもあるけど、やっぱり3日休んだだけでもちょっと感覚忘れちゃってるね。今日からまたバイト三昧の日々だ。頑張ろう。お疲れ様。あ、一気だ。はいはい、今日もいつものところで。今日から待たなくていいから。え？あ、ミネ、ちょっと話があるんだけど、これからいいかな？え、私ですか？もちろん、構いませんけど。やだ、もしかして、先輩と喧嘩ですか？相談なら、いくらでも乗りますよ。ミネ、お前は誰の味方だ？ああ、そういえばミネってそもそも味方じゃなかったんだっけ？もしかしてミネってさ、単に一期ファンクラブが嫌いなのかな？あれよりは君の方がマシだけど、好きあらば奪いに行く姿勢に変わりなし、みたいな。うん、いっそすがすがしいね。じゃ、また明日、バイトで。お疲れ様です。なんだよ。ああ、なんだろうね、一気のやつ。いきなり態度変わっちゃってさ。合宿の夜のあれは何だったのさ。どうするよ、読んでやる？ま、なんだか知らないけど、あいつなりに事情があるんだろうし、言い訳くらいは聞いてやってもいいかもね。想像ついてませんけど、僕。これはもしかして記憶を失う前の君と一輝の間でなら通じてた話なのかな。まあとりあえず何か美味しいものでも食べて元気出そう。今日は久しぶりのバイトで疲れたしね。先輩、おはようございます。あれ、ミネまた冷たくなってる？あ、おはよう。あ、こっちは優しくなってる。昨日、二人の間で一体何が？毎度ながらわけがわからないね。
お疲れ様。なんだよ、今度はどういう態度で来るんだ。ごめん、悪いけど今日も待たなくていいから、一人で帰ってくれる？は？外の子たちと遊びに行く約束しちゃったから遅くなると思う。昨日のメールは気にしないで。それじゃあまた連絡するよ。なんなのあいつ。ねえねえ、今日一緒にカラオケ行ってくれるって本当？本当だよね。リカさんが約束したって言ってたもん。ああ、はいはい。明日の仕事に支障が出ない範囲なら、いくらでもお付き合いしますよ。やった！嬉しい！カラオケって、なんで君をほっぽって今カラオケ？もう帰ろっか。もしかしてさ、君今ちょっとムカついてる？こんな感覚同化して以来初めてで、本当にもしかしてなんだけど、君さ今やきもち焼いてない？ねえ君、もし君が焼いてるならどうしてこんなことするのかって一気と話し合った方がいいと思う。一気にも何か考えがあるのかもしれないでしょ。ムカつくなら真正面から理由を聞いてやろうよ。話し合わないと本当のことなんてわからないよ。あ、でもファンクラブの連中の前で聞くわけにはいかないよね。そうだな、時間がかかるかもしれないけど、一気の家の前にいればいつかは帰ってくるよね。よし、待とうよ。しっかり防寒装備して一気のマンションの前で待ち伏せしてやろう。大丈夫、今の君の気持ちをぶつければきっとうまくいくよ。はぁ、遅いね。8月なのに息が白いんだけど、今気温何度なんだろう。え、何やってるの？ちょっと、昨日のメールは気にしないでって言ったのに、いつから待ってたの？ああ、とにかく中入って、誰にも見られてないよね。え、どういうこと？誰に見られるとまずいっていうの？待ってね、すぐ暖房とコーヒー入れるから。まったく無茶するんだから。しょうがないじゃんね、あいつが冷たくするんだもん。でも部屋の中はちょっとあったかいね。はい、コーヒー。暑いから気をつけて。で、聞かせてくれる？どうしてあんなとこで待ってたの？危ないって思わなかったの？あの子たちが一緒に帰ってきたらどうするつもりだったの？また合宿の時みたいな目に遭いたいの？危ないと思ったら冷たくすることもあるかもしれないけど、許してって最初に言ったじゃない。僕の言うことはそんなに信じられない？君も僕を疑うの？僕がただ楽しくて遊んでるように見えるの？どうして一気が怒ってるんだろう。付き合うことになった時ちゃんと説明したじゃない。それだけで分かってって思う僕が贅沢なの？僕の言葉が足りてないの？君は今までずっと僕の態度を問いただしたいって思ってたの？合宿の時
誰かに携帯を見られたんだ。君が嫌がらせにあったりしないようにみんなの前では君に冷たくして見せてるつもりだった。でも携帯を見られて陰で仲良くしてるのがバレた。その後ミネがあの子たちと話してるのを見た。ミネも繋がってるのかもしれないと思って警戒した。でもミネに聞いたらミネも君を心配してただけだって分かった。だからバイト中の警戒はやめた。今日はあの子たちの機嫌取りで一緒に出かけた。それだけ。それで他に聞きたいことはある？どうして？好きな子に疑われて嬉しいはずないでしょう。僕の注意が足りなかったせいで好きな子を危ない目に遭わせて、それだけで自分が許せないのに。危ないのに寒いのにこんなに長い間外で待たせて腹が立つに決まってるじゃない。そこまでしてでも僕の真意を問いたださなきゃって思ったんでしょ。そりゃ腹が立つよ。そんなに疑われるような行動しか取れなかった自分に腹が立ってるんだよ。何のために我慢してると思ってんの？言っておくけどね、僕は君の何十倍も我慢してるんだよ。そんなちょっとしたやきもちなんて、何のつもりなの？どうして焼いてみせたりするの？そりゃ少しは嬉しいけど、まだ僕のことが好きだって言えないくせにどうして焼くわけ？はっきり言えないんでしょ。覚悟決めきれてないんでしょ。でも僕は違うんだよ。いい加減分かってるよね。君が好きなんだよ。本気で好きなんだ。できるものなら一日中一緒にいて抱きしめてキスして飽きるほど抱きたいんだよ。でもそういうわけにはいかないんだよ。君の気持ちはまだ僕の気持ちに全然追いついてないと思うし、それに僕が本気だってバレたら間違いなく君が嫌がらせに遭う。僕がどれだけ我慢してると思ってんの？昔はね、僕もまともに女の子と付き合ってたんだ。だけどそれでも相手と3ヶ月以上続いたことはなかった。はっきりしないけど、多分嫌がらせを受けたんだと思う。それで高校くらいから勝手に自分でルールを決めたんだ。3ヶ月しか付き合わない。必要以上に入れ込まない。それを本人にも周りにも言っておく。3ヶ月で終わると分かってれば、僕の彼女になった子が妬まれることもないでしょう。僕は3ヶ月で彼女をなくすけど、ほっといたっていくらでも誰かが告白してくるからね。向こうは告白が実って、僕は3ヶ月の間ちょっとした慰みをもらって、お互いに幸せじゃない。そうやってずっと付き合ってきたんだ。君に最低な行為だって軽蔑されるまではね。あのね、僕は君に言われた通りに悔い改めたよ。でもそれじゃまた元通りだよね。君が嫌がらせにあって3ヶ月もすれば別れたいって言い出す。だから僕は表面上本気じゃないふりをし続ける。君にもそうしてもらう。それでも3ヶ月しか持たないけど、今はそれしか思いつかないんだ。早くもっと僕のこと好きになって、あと1週間しかないんだ。
お疲れ様。今日も待たなくていいからね。気をつけて帰って。しょうがないね。一人で帰ろうか。別に一人で帰って問題あるわけじゃないんだけどさ、毎日これじゃちっとも記憶の刺激にならないよね。誰かに連絡取っておしゃべりでもしてみる？で、あれ？あのでっかくて黒い物体、あれってケントじゃない？君か。先日君の家で会った時以来だな。体調は良くなったようで何よりだ。その後一休とはどうかな？あ、別に返答を求めているわけじゃない。単なる再会の挨拶だ。私のことは気にしないでくれ。遅くなる？では君はこれから一人で帰宅するのか？そうか。帰り道の大瀬は唯一の楽しみだと聞いていたからな。ここにいれば来ると思ったのだが、我ながら先走った真似をしたな。一休を驚かせることより確実性を優先すべきだった。仕方ないな。ここは出直すか。では君を送っていくとしよう。一休の代わりにはならないだろうが、いないよりはマシだろう。それは願ってもないことだけど、ケントってそんな親切なキャラだっけ？ここまで来て何もせずに帰るのも豪腹だし、一休が君の身辺を心配していたからな。ボディーガードとでも思ってくれ。男が隣を歩いていれば不審者が手を出すこともないだろう。へえ。ケントもだけど一気もさ、わざわざケントに話すほど君の心配してくれてたんだね。では行くか。なあ、心配はいらない。君の家までの道なら覚えている。あと1週間だな。これでも私は友として一休のことを心配しているんだ。あいつが本気になったのは初めて見たしな。やっぱり一休は君のこと本気なんだ。以前私が一休と付き合っているのは彼の体質に興味があるからだと話したな。それは嘘ではないが、事実の全てでもない。私はね、一休の割り切れない心情にも興味があるんだ。割り切れない心情？要は、心と体がアンバランスなんだろうな。誰でもそういう側面は持っているものだが、彼の場合、それが顕著だ。そして現実と願望との矛盾に体質という説明をつけている。その割り切れない感情が面白い。現実と願望との矛盾？理解できないという顔だな。ではもう少し現実に即した形で説明しようか。簡単に言えば、一休は女をとっかえ引っかえして遊びながらも真実の愛とやらに憧れてきたんだよ。しかしその憧れは外的要因、すなわち周囲の女性やそこから派生する噂に邪魔されてきた。そこで彼は身体的満足だけを得て妥協してきたわけだ。ところが今現在、一休は真実の愛とやらを見つけたらしい。もちろん君に対してだ。だがずっと環境に邪魔されてきた彼は、うまくいかない要因を体質という名の悪者のせいにしている。天賦の体質なのだから仕方がない。自分が報われることはないだろうが、そういう運命なのだ。というわけだ。そしてもがくことを諦めて絶望に半ば身を委ねながらも、
3ヶ月という期間を刹那的に楽しんでいる。本人には異論があるかもしれないが、私の目に映る現在の状況はそんなところだな。つまるところ、彼は絶望を受け入れながら生きているということだ。さて、君の意見はどうかな？それを私に聞くのか？むしろ私の方が君に聞きたいんだけどね。君は底意地の悪い女どもと黒い噂にまみれた私の親友に好意を持ってくれているのか？もしも君が彼の思いに応えてやれると思うのなら、彼を絶望から救い上げてやってほしい。もちろん答えられないならば、それはそれで仕方がない。君が責任を感じることはない。私から言えることはそのくらいだ。3ヶ月の使用期限が過ぎた後、君が一休を返品しないでくれることを期待している。まあ逆に彼が本気で泣くところを私に見せてくれても構わないんだけどね。結局さ、一輝が君のことを本気で好きなのはやっぱり間違いないんだよね。でも君は返事を保留していた。ケントは使用期限だなんて茶化してたけど、要はお試し交際をしてたってことなのかな。だとしたら3ヶ月が過ぎた時、一輝は君を一方的に捨てるんじゃなくて、多分君が一輝のことを好きになったのかどうか、それを確かめるんだろうね。ううん、期限までもう1週間もないんだ。君が途中で記憶をなくしたりしないで付き合ってきたなら、もう迷ってる段階じゃないはずだよね。もしかしたら一輝の方はとっくに結論を出してるのかもしれないね。ねえ、君の方は？あ、お帰りなさいませご主人様。こちらのお席へどうぞ。こちらがメニューでございます。ご注文がお決まりになりましたらお呼びくださいませ。ふう、君に合わせてエア接待するのも慣れてきたよ。おいおい、それだけか。いくらなんでも冷たいだろう。え、冷たかったかな今の。わざわざ2時間もかけて会いに来たんだがな、仕事中だから挨拶なしなのか。え？あ！最近こういうのなかったからすっかり忘れてたよ。このおじさん君の知り合いだね。で、誰だろう。オーケー、ナイスな逃げ方。仕事中だからね。我が娘ながら生真面目な仕事ぶりで誇らしいよ。おお、今頃になってお父さん登場？お父さんっていうのは前にトーマが言ってた浮気症のお父さんだよね。っていうか、もう家族のことは全然頼りにしてなかったんだけど、何の用で来たんだろう。お前から返事をもらう期限まであと6日だ。そろそろ覚悟を決めているだろうと様子を見に来たんだよ。で、返事は決まったかな？は？返事をもらう期限？ちょっと待って、あと6日って一気に告白の返事をする期限じゃなかった？
やっと全部わかったと思ったのに、まだなんかあったの？何度も言っている通り、今の部屋の家賃は8月いっぱいまでしか払わん。バイトをしているようだが、大学に通いながら生活費を捻出するのはどう考えても無理だろう。諦めて私とお母さんのところに行きなさい。お母さんもお前を歓迎すると言っているんだ。お母さんって二度目の再婚で君のお母さんになった人だよね。新しいお母さんを迎えるのももう三度目だろう。お前もいい加減なれなさい。って、再婚三度目？お前も感受性の強い時期だと思って今まで待った。だが、これ以上は待たないぞ。じゃあ、君のお父さんはもう四回も結婚してるってこと？そんなのって。君はどう思ってたんだろう。ううん、どう思ってたなんて分かりきってるよね。嫌だったんだ。嫌でたまらなかったから毎日毎日バイトばっかりして生活費を貯めてたんだ。いいか、これ以上のわがままは私も許さないぞ。どうしよう、どうなんだろう、生活の目処は立ってたのかな。ご主人様、当店のメイドが何か粗相をいたしましたか？一輝！いや、何の問題もないよ。私はこの子の父親だ。今は家庭の問題を話し合っていたところでね。いつも娘が世話になっているな。ああ、彼女のお父様でしたか。こちらこそ、お嬢さんにはお世話になっております。仕事でもプライベートでも。いろいろと。ん？はじめまして、一休と申します。お嬢さんとお付き合いをさせていただいてます。な、それは。あ、ああ、そうなのか。それはなんというか。ああ、しかしね、一休君、娘は近いうちに私の家へ戻る。ここから電車で2時間はかかる場所だ。大学生の娘が自分で生活費を稼げるわけがないからね。悪いが、娘との交際はやりにくくなるかもしれない。そのお話でしたら、お返事の期限は今月いっぱいだと伺いましたが。期限などね、君。覚悟を決めてもらうための期間に過ぎないよ。何しろ。他に選択肢がないだろ。それはどうでしょう。一人暮らしは難しくてもルームシェアという方法もありますから。ルームシェアというのは誰と誰が同居するという意味かね。もちろん私とお嬢さんがです。ルームシェア、それって。でも本当にさ、君の覚悟ができたらいつでもこの部屋に来ていいんだよ。泊まる方じゃなくて一緒に住む方の話ね。君ね、君もこんな店でバイトをしているということは学生だろ。親に頼って生活しているんだろ。不安定な収入しかない学生の身で娘の生活に責任が持てるとでも言うのかね。怪我でもしてバイトを休むことになったらどうする。二人して路頭に迷うことになるかもしれないんだぞ。言うにこと書いて18の娘とルームシェアとはね。冗談も休み休み言いたまえ。確かにおっしゃる通り、私はまだ学生の身です。ですが、大学も4年で、時間には余裕がありまして、現在も自活中ですし、就職先もすでに決まっております。就職先はお父様もご存知の企業かと思いますが、名前を申し上げましょうか。も、
もちろん今申し上げたのはあくまでも選択肢の一つでしかありません。ただそういう選択もあるということです。お嬢様に選択の余地は残していただけませんか？コーヒー。はい、コーヒーだ。かしこまりました。少々お待ちください。今日は大変な一日だった。なんかいつもよりフラフラするね。記憶が蘇った時のめまいに似てるけど、あれほど強くないっていうか。お父さんの話を聞いて記憶が蘇りそうになってるのかな。あ、お疲れ様。どうしたの？なんだか顔色悪い気がするんだけど。もしかしてお父さんのこと気にしてるの？まあなかなか決められないよね。男と同居するか遠くへ引っ越すかの二択なんてさ。しかも同居者候補はこの僕だし。まあかなりの確率ですぐに手を出されるだろうね。そこ、笑うとこ？あと5日か。君はまだ決めかねてるのかな。君さえ覚悟を決めてくれたら今すぐにでも守ってあげられるのに。あのマンションを立ち退く期限ね。そんなの君さえ覚悟を決めてくれたらすぐにでも守ってあげるのに。だからね、僕のマンションに一緒に住めばいいってこと。ルームシェアってことでね。でも現実問題、一人暮らしは無理なんだよね。で、向こうの家には行きたくない。そうでしょ？僕は就職も決まってるし生活は安定してるよ。同居相手には最適だ。唯一にして最大の問題は襲われる危険性が非常に高いってことかな。まあ君が嫌だって言うならそこはきちんと我慢するよ。信用するかどうかは君次第だけどね。僕はそのくらいの覚悟があるよ。君は僕が信用できない。と、また立ちくらみなの？君本当に大丈夫？大丈夫？何か思い出したの？僕には見えなかった。めまいも感じなかった。僕、本当に君と切り離されてきてる。今日のことで、一輝の気持ちは本当に本当に本気なんだってはっきりしたよね。一輝は君が好きなんだ。親に挨拶して生活を一緒にしてもいいくらいの覚悟をしてる。でも君は？君は一輝をどう思ってるの？ただの友達？それとも恋人？同居するかどうかは別問題にしても、もうすぐ君は一輝に返事をしなきゃいけない。でも僕はその返事の時まで君のそばにいられないかもしれないから、今聞いておきたいんだ。君は一輝のことどう思ってるの？一輝のこと好き？そっか、そうなんだ。うん、それなら安心して君とお別れできるよ。
なんだか僕まで嬉しいよ。きっと一輝も喜ぶね。伝えてあげなきゃね。